喋ってる？暇やし。これ2本取るの？あ、これ2本取るよ、もちろん。マジか。そう、あ、今隣にあの全のライムさんがいます。ま、ここにね、ちょっと画質汚いんですけど、ニキビできました。ニキビが半端なくてですね、最近。この鼻のここ、絡みすぎて乾燥しました。いいぞ。こういうコード万歳。万歳万歳。これがこういうコード。うわ、楽しい。今コラボしましてね、2時3時。確か2時3時は、あの、有名な実写 YouTuber ですね。ばかり言わせてもらうと、誰やねん、2時3時って感じですね。まあ、そういう人もいてもおかしくないでしょう。まあ、人それぞれ、まあ、知ってて当たり前というものがおかしい。芸能人だって知らない人だっている。当たり前にみんなが知ってると思うな。うん、まあ、そういう意見もあっていいでしょう。別に批判ではないと思います、こういうのは。だって知らないんだから。実際失礼って言うんなら、多分一般人がこれ言われてたら失礼って言わないでしょう。有名だからって失礼という援護はいりません。一般的に考えてください。お願いします。あと6分ですね。あと6分です、ライムさん。あと6分か。はい。6分ってことは、6、3つで6、6、6で赤まで通じてことです。そうですね。あ、コンタクトつけていきましょうか。はい、お願いします。あ、コンタクトつける配信いいね。ちょ、ライムコンタクトつけてくるから、これ映っといて。喋っといて。あ、ちょっと実写の方が、あの、上に物言われた後になるんで、あ、おはようございます。ちょっと目が痛くて、すいません。うわ、すいません。じゃあ僕のおでこ、眉毛、描き方、やばい、なんかここからこう見たお猿さんみたいな。まあ、僕猿年なんでね、それとし、え、この顔、このおでこの端っこでいい？ちょっと、まあ、最後に軽く写していただきます。いや、もう、ここから、ここ写します、ここ。あはははは。いいね。ライブじゃあ、ちょっと2分稼いでしてくれ。2分今から喋るということで、まあ、僕はこのまつげ。怖いコードの話でしたのがいいよ。このまつげは、怖いコードのやりすぎで、ちょっとまつげ伸びましたね。ほら。あ、この髪の毛はもう聞かないでください。まあ、そうですね。今なんでマスクしてるかというと、まあ、自分このマスクしてこのまま寝てて、で今耳毛が帰ってきてこのままなんで、マスクを取ったらこの鼻の穴が見えちゃうので、鼻の穴は良くないのでマスクしますってことで耳毛帰ってきたので変わります。はい、あ、どうも、はい、三木龍馬です。ありがとう。ペペちゃん、あ、ペペちゃんでした。明日からアイコン使われるて、エグいて、最悪や。今からコンタクトつけていきますね。コンタクト、あの、マジ下手くそなんで許してください。あれ、ティッシュ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 、はい、これコンタクトつけれるかな、これ鏡なしで。もしもし、聞こえるよ。今右の家ティッチなかったんで、あのキッチンペーパー。しないよ。あの、一回用あったから行っただけで。うん。じゃあ。怖いな。俺マジこんなこと下手くそやね。うん。とりあえず。いや、もう僕は未成年なんで飲みません。
お、いいこと、あ、そうです。これがプロゲーマーです。未成年は絶対飲酒はダメです。何時から、今からまあ、2時間、1時間、3時間の間ですね。は？つかへん。いた！あ！コンタクト6つ！ちょっと待って、無理。やっぱ iPad じゃ無理や。そうですね、家の中から、こっち今、自分たちは浅草にいるので、上のすぐでしたね。はい。はい。わかんないですけど、まあなんかあるんじゃないですか。はい。はい、OK。よし、1個報告した。成功。よっしゃ、コンタクト1個成功したね。成功しました。あがむらさん、いつじゃなかじがいい。すばさん、ごめんね、DJ、ごめんね、DJ、すばさん、はい。あ、最後、もう一回喋っていただきたいです。了解です。あ、すいません。あ、下からのアングルで、こんにちは、すいません。なぜかというと、僕の鼻の穴を見せたいと思います。鼻の穴はこちらです。ここの鼻の穴ですね。こうやってやったら鼻毛が見えるかもしれないですよ。まだ僕は毛薄いんでね、そんな毛が見えないという報告ですね。なぜかというと、自分お母さんが実は韓国人なんですよ。やばい、世界変わった。お母さん韓国人だから、まあ、こんな感じで鼻の穴に毛が見えないという。世界変わったんだよ、ベイベー。ってことで、メネギがコンタクトしたので。世界変わったんだよ、ベイベー。聞きました。ほんま、世界変わったんじゃん、こっちのコンタクトは。うん、めっちゃ、めっちゃ、やばい。残り10秒。最後に。あ、皆さん、ご清聴ありがとうございました。土下座。3、2、1、OK、終わった。OK。OK。